海の彼方を見つめた戦国大名、その1。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は海の彼方を見つめた戦国大名、その1について紹介していこうと思います。戦いに領国経営にと何かと忙しい戦国大名ですが、彼らの眼差しは日本国内にばかり向けられてはいません。遥か水平線の彼方を見つめた大名もいました。仙台藩62万石藩祖伊達政宗もそんな一人でした。政宗は慶長18年1613年9月15日長谷倉常長を団長とする慶長遣欧使節団を石巻月の浦よりイスパニアに向けて送り出します。政宗の思惑やそこに至るまでの経緯をたどってみましょう。始まりは偶然の出来事。慶長16年1611年5月14日といいますから、関ヶ原合戦も一昔前、徳川幕府の治世のもと世の中も落ち着いてきた頃です。仙台藩主伊達政宗は2000人の友を率いて江戸表から両国仙台に戻ろうとしていました。伊達家の江戸屋敷があった芝から東北に向かう街道筋にあたる浅草へ来かかった頃です。イスパニアの太平洋艦隊司令官セバスチャン・ビスカイノの一行が近くの聖フランシスコ会の教会に向かうのに出会いました。前年ルソン島のマニラを出発しノビスパニア、メキシコに向かっていたイスパニア船サンフランシスコ号が嵐に遭い、房総半島の岩和田付近に漂着しました。地元の漁師たちが乗組員を助け、その後幕府の船でアカプルコまで送り届けましたが、その時の東嶺大使としてビスカイノが日本に来ていたのです。両者が出会った時の様子をスペイン側の資料はこう伝えています。政宗は馬を降り、目に留めた鳥獣を発射することを大使に請うた。応じた大使は2度発砲した。日本人は皆驚き耳を塞ぎ、馬は騒ぎ立てた。政宗はこれを見て大いに喜び、自ら大使のもとに行き礼を厚くして謝した。すでに日本の合戦でも火縄銃は大いに使われており、今更街中で試し撃ちなど頼むものかなとか、政宗自身が馬から降り自分でちょこまか動き回るのかなとの疑問も残りますが、これはスペイン側の記録です。仙台を訪れるビスカイノ、通訳を務めるソテロ神父。半年後ビスカイノは仙台の政宗のもとを訪れます。ビスカイノの来日理由は東嶺を名目にしていましたが、本当の目的は日本でのキリスト教布教や日本沿岸の測量、伝説の金銀島探索などでした。測量については家康の許可がおり、欧州での測量のため先年知り合ったこの地の支配者政宗を訪ねてきたのです。金銀島というのは日本の東海にあると噂された黄金にあふれた島で、表向きは儀礼上の訪問でしたが、ビスカイノもジパングの黄金伝説に惹かれてやってきました。その時の様子を、これもスペイン側の記録ですが、こう書き残しています。ビスカイノ大使はその国仙台藩に来たれる最初のイスパニアの使いなれば、国内に多くの良好を持ち、フィリピンおよびノビスパニアの総督と通信するに至らんことは甚だ希望するところである。つまり政宗がビスカイノを両国に迎えたのを契機に、フィリピンやメキシコとの交流を望んだと言っています。政宗とビスカイノの会談を通訳したのは、イスパニアから聖フランシスコ会の宣教師として来日していた江戸修道院長のフライ・ルイス・ソテロ神父でした。上昇志向の強いソテロは日本での布教活動に努めよとの役目はもらいましたが、それだけでは飽き足りませんでした。
世界のキリスト教王国の上に立つローマ教皇からも自分の活動を認められたい。そのネタになる匂いをこの会談から嗅ぎ取ります。ソテロは神父というより駆け引きに長けた政治家の要素を身につけていました。日本にやってきた宣教師は多かれ少なかれ彼のような側面を持っていましたが、政宗自身山っ気のある男ですから、似たようなタイプのソテロとも意気投合したようです。ビスカイの一行は政宗から歓待を受け、祭り見物、寺社見学など大いにもてなされました。家康からそっけない扱いを受け気落ちしていたビスカイノは、好奇心旺盛な政宗に好感を持ったようで、政宗もこの珍客を通して南蛮を急に身近な世界に感じました。政宗の川山陽。我が両国の三陸海岸には石巻、塩釜、気仙沼をはじめ港を築くのに好条件の場所は多い。ここを拠点にヨーロッパ最強国イスパニアとの交易の道を開きたい。三陸沖から流れる塩は東に向かい、イスパニアの植民地ノビスパニアまで通じている。大西洋側まで出ればイスパニアが開いた海路でヨーロッパにも通じている。海外交易を幕府だけに独り占めさせておく手はない。政宗の思惑はこの辺りだったでしょうか。同時に政宗はイスパニアとの関係を交易だけにとどめず、同盟関係にまで持っていければとも考えました。ヨーロッパの強国イスパニアを味方につけ、仙台の海にイスパニアの艦船が出入りする、そんな光景まで思い描いていたようです。実現すれば幕府に対する仙台藩の立場を補強できる。川山陽を始めた政宗は早速領内で大型船の建造に取り掛かりました。一方ビスカイノは日本は黄金の国などではないことが分かり気落ちしていました。そんな彼に追い打ちをかけたのが、乗船を予定していた船が大破して帰れなくなった事件です。どうしよう。ここで政宗からありがたい提案が出されます。仙台藩では大型外洋帆船を建造中である。近々施設を乗せてノビスパニアに渡る予定だ。それに便乗してはどうか。まさに渡りに船です。ビスカイノはこの申し出をありがたく受けました。一方政宗側もビスカイノ一行を必要としていました。はるばる太平洋を越えてノビスパニアまで行き着くには、ビスカイノや部下の航海士たちの操船技術、航海経験がぜひとも必要でした。また建造中の船の偽装にも彼らの知識、経験に基づいたアドバイスが欲しいところです。政宗の人選。浮かび上がった長谷倉六右衛門常長。物の準備が整えば次は送る人間を選ばねばなりません。施設団長としてはしっかりした人物であるのは必須条件ですが、名の通った人間でも困ります。幕府にこと心ありやと問い詰められた時、政宗が言い逃れできる道を残しておかねばなりません。目立たず力量があり度胸も座っている。万一の時は一切の泥を黙ってかぶってくれる、そんな都合のいい人間がいるものかと思いますね。政宗も考えあぐねました。藩主の代理でヨーロッパの実力者と交渉するのですから、本来なら藩の重臣クラスを送らねばなりません。しかし石茂田景頼や鬼庭綱元など長老クラスではそもそも体が長旅に耐えられそうにありません。片倉小十郎景綱や伊達重真では名前が売れすぎていました。重臣の息子たちでは年も若く相手から軽く見られてしまいます。政宗は発想を変えました。身分、家柄にこだわらず自分の考えを忠実に実行できる人物。ここで初めて長谷倉常長の名前が浮かびます。長谷倉常長という男、
常長は六高六百石、42歳と身分もそれほど高くも低くもなく、落ち着いた壮年で幕府からは名も知られていません。政宗の頭に常長の名前が浮かんだのには理由があります。天正19年1591年、大崎火災一揆鎮圧のため真山継重が出陣していました。その陣へ当時20歳の常長を使者に出したことがあったのです。常長は情報収集と分析にあたり武勲も立て、使者の役目を立派に果たしました。翌年4月には豊臣秀吉の朝鮮出兵に従い、政宗と共に日本海を渡り、釜山に上陸した後の戦でも活躍しています。海を渡った経験もあり、敵地での戦いぶり、探索能力と統率力、しっかりした人柄など政宗の記憶に残っていました。しかし政宗が常長を使節団の団長に選ぼうとしたのにはもう一つ理由がありました。政宗から重臣の鬼庭綱元に宛てた書状にこんな事実が記されています。長谷倉飛騨常長の実父には去年以来閉門を言い渡しておいたが、いよいよ不届きのことがあったので切腹を申しつけた。六右衛門は実子であるが命は助けるよう、俸禄を召し上げた上で追放せよ。父親の不届きのことが何を指すのかは不明ですが、この事件が政宗の人選に大きく影響したのは間違いのないところです。罪人の子常長がなぜ大切な使節団の団長に選ばれたのか、そして使節団は無事に使命を果たせたのか、次回はそのあたりをご紹介します。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。